とりあえずなんとかちょっとハードですが、えー、こっから9日までに明日もまたケけ,けくんとリハーサルやったりとかしてですねいろいろ、えー、まとめていきたいと思いますんで名古屋来られる方は楽しみにしててくださいということですうんって感じですが いや忙しいんですよありがたいことにちょっと今日もレコーディングとリハーサルで2つで <coughs> 喉もちょっとかすれつつありますもうねこっからはもうとりあえず結構ここ数週間朝走って、えー、ソロツアーのセットリストを考えてはちょっと変更を加えて当ててみてみたいな感じでやって えー、レコーディングアリーノでいろいろやってますけどここからちょっとねサウナエイローシーロンタイムのシーブロあのそうだねいろいろちょっと固めていきたいと思ってるんで名古屋そして大阪、えー、東京までしっかりつなげていきたいと思います なんなの卵に納豆美味しかったああ初初だったですか俺はもうね毎日卵納豆ぐらいいってますがそんな感じですちょっとまたえーまた明日かな明日できたらいいなインスタライブ結局ケくんいる時にで、ね、もまた明日ね結構午前中えっとリハーサルなんでまたちょっと開けば えー、やりたいいと思いますちょっとじゃあちょっと早いんですがまたえー、明日やろうかなとりあえず楽しみにしてください。Peace out.